通常の TAC-19 の連射速度はこのぐらいですが、ちょっと手を加えると同様に MDL でもやってみましょう。この2つの打ち方はまあまあ嫌われるので、用法用量を以下略。TAC-19 はガン砲をつけて発射、スプリントを交互にすることでできます。 MDL はファストハンドをつけずに発射、リロード、スプリントを順番に繰り返します。インスタスワップ、武器の取り出しモーションと初回取り出しモーションをキャンセルし、結果的に武器交換までの時間を短縮します。グレネードボタンを押しながら三角ボタンを2回押す。簡単ですね。ランチャーやヘビーシールドなど取り下げが遅いものを持つときは覚えておきたい技ですね。インスタスワップを使うとどれだけ武器交換が速くなるか見てみましょう。これが普通に交換した時、Use Insta Swap。 取り出し時間が最も遅い XMG でやってみましょう。Use Insta Swap。 びっくりするほど速いですね。それまで元気に走り回っていたやつがジャンプした途端 XMG に持ち替えてぶっ放してきたら、相手は驚くこと間違いなしです。実用逆襲のヘビーシールド、盾を構えて敵を正面に捉えてインスタスワップ。スパイクドローンで戦うよりはまだ難易度は低いはず。じゃあ実戦でやってみよう。うまくいったところだけをダイジェストにして、この動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。Securing B.